元気応援健康サラダ。今回は検診結果の見方について、樫の木内科クリニックの石井はじめ先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年度の伊達市の検診結果が出ましたが、お気づきの点はありますか？はい、まず毎年思うことなんですが、検診の結果をよくご覧になってない患者さんが多いように思います。例えば以前の話なんですが、糖尿病性網膜症でだいぶ視力が低下してしまった患者さんが眼科を受診され、眼科の方から糖尿病の疑いがありということで当院に来院された患者さんがいました。調べてみると、ヘモグロビン A1C という糖尿病の検査指数が 6.2 以下が正常のところ10以上ありました。その患者さんに、これまで検診受けてたの、受けてたら糖尿病は引っかかってないのと言うと、毎年受けてますですけど引っかかってませんでしたとおっしゃるので、持ってきていただいたら、もう何年も前から糖尿病がだいぶ悪い状態でした。患者さんは受けたことで満足してしまって、結果を十分見てなかったように思われます。そのような患者さんが決して一人じゃなく時々見受けます。それで今年の検診の結果を皆さんがちゃんとご覧になったか再度ご確認いただきたいと思います。例えば今年の検診からは食塩摂取量の目安が記載されています。今までなかったことです。で、検診を開いてみると、見開きの右下のところに推定塩分摂取量という、推定食塩摂取量というような、項目があると思います。だいたい高血圧学会で言いますと、1日の塩分摂取量は 6g 以下が理想です。せめて 7g 以下という厚生労働省の指標もありますが、伊達市の平均で見ると男性で 10g、 女性で 9.6g の塩分を摂っているようです。で、これはかなり多い量です。で、特に、この塩分摂取量というのは毎日の平均ではなく、その日の一時的なものですから、ばらつきはあるのですが、その患者さんの塩分摂取量の参考になると思いますので、ぜひともそこの塩分摂取量が 10g を超している患者さんは、自分の塩分の摂取についてもう一度食事を見直していただきたいなと思います。で、主治医がいる患者さんはその主治医の先生にご相談されるのもいいでしょう。で、あとは検診の結果で、伊達市の特性として、グラフにありますように、内臓脂肪が3人に1人が高いとか、血糖値が3人に1人が高い、ヘモグロビン A1C という検査が3人に2人が高い、血圧は2人に1人が高い、で LDL コレステロール2人に1人が高い、かなりの多くの人が検診で引っかかっております。ですけど、年齢とかその数値の高さ低さによって、治療が必要なのか様子見でいいのか、食事や運動の注意レベルでいいのか、個々人で違いますので、ぜひともその検診のデータを持って主治医とご相談いただくのが必要かと思います。運動習慣が少ない方が多いというのも伊達市の特徴の一つです。例えば今コロナを怖がって外に出ない患者さんもいるように思います。ですけど、マスクをして他の人とすれ違うときに2メーター以上間隔を空ければ空気感染する可能性はかなり低いと言われています。コロナを過剰に怖がって自分の健康に、注意を向けるのが萎縮してしまっている患者さんも見受けます。例えば去年伊達市の検診では胃カメラの検診がありませんでした。その間、うちで胃カメラを施行した患者さんに4人ぐらいがんの患者さんがおりました。皆さん早期の発見だったのでカメラで処理できるレベルで良かったんですが、去年受けられなかったら来年の次年度の検診で見つかっていた時に早期であったかどうかはちょっと心配でなりません。ですから、コロナを過剰に怖がって検査を受けるのが縮小してしまうようでは健康にマイナス面が生じますので、ぜひとも積極的に検診や医療を受けることを強くお勧めします。検診項目の中で血糖値が引っかかっている患者さんが、先ほど言いましたようにヘモグロビン A1C 3人に2人が高いというような傾向にありますが、ヘモグロビン A1C は 5.5% 未満が正常になってますが、
私たち現場では 6.2% 以下が正常と考えています。それで 7% の異常の方には内服をお勧めする場合が多いです。 7% 未満の人は食事や運動で経過を見れることが多いんですが、その患者さんによってケースバイケースで話は変わりますので、ぜひとも 6.2% 以上の方は間違いなく医療機関を受診して主治医と相談の上、自分の血糖の治療が必要なのか必要ないのか、そのあたりを相談されることをお勧めします。血圧なんですが、血圧も2人に1人が高いということになってますが、高齢になると血圧の基準が少し緩く考えてもいいので、これも主治医にご相談されることをお勧めします。自宅に血圧計のある患者さんも最近は多いように思います。お家で測って血圧が高いと自分の血圧に関心を持ち、塩分を控えようとか自分の生活に注意をもたらすこともできます。そういうことも含めて、ぜひとも自宅で血圧を測る習慣を身につけることをお勧めします。お話を聞くと、おじいちゃんが測ってるから血圧計はあるけど、少年の50歳前後の患者さんは自分は測ってないなんていう方もいます。せっかくお家にあるんですから、それを皆さんで共有してそれぞれの血圧を確認することが望ましいと思います。 LDL コレステロールなんですが、最近新しく診断基準が変わりまして、LDL コレステロールが 160mg パーデシリットル以上の方は治療が必要で、血圧が高い方は 140mg パーデシリットル以上が治療が必要とか、糖尿病がある患者さんは 120mg パーデシリットル以上で治療が必要とか、その人によって治療必要レベルが変わってきますので、これも合わせて主治医とご相談されることをお勧めします。私の個人的な考えなんですが、検診で引っかかった項目の中で一番治療しやすいのは LDL コレステロールです。なぜかというと、 LDL コレステロールは薬の効きがすごくいいので、血圧や糖尿病に比べると改善できる確率がすごく高いのです。まず皆さんはコレステロールはどういう働きをしているかご存知でしょうか。コレステロールというのは全身の細胞の壁を作る、細胞壁を作る原材料になります。またステロイドホルモンというホルモンを作る材料にもなります。ですから全身に必要なものなんです。でその必要なコレステロールを全身に運ぶのが LDL コレステロール。それで使われなくて余ったコレステロールを回収して肝臓に戻してくれるのが HDL コレステロールです。ですから私は LDL コレステロールを散らかしのコレステロール、HDL コレステロールを掃除のコレステロールと考えています。で掃除と散らかしのバランスが大事です。散らかしの半分以上が掃除であれば、コレステロールは回収できますので、HDL と LDL のコレステロールの比率としては、LDL が HDL の2倍以内、理想は 1.5 倍以内が目標とされています。検診の結果について私の考えることをバラバラとお話ししましたが、言いたいことは皆さんがもう一度検診の結果をよく見ていただいて、異常があるのかないのか、あるようであればそれをどうしたらいいか、どこに相談したらいいかを考えていただいて、自分が治療が必要なレベルなのか、それとも相談が必要なレベルなのか分からない場合には、医療機関や市の保健師さん、栄養士さん等にお聞きになるのもいいでしょう。ぜひとも受けた検診の結果を無駄にせず、自分の健康につながるようにもう一度ご注意ください。今回は検診結果の見方について、樫野木内科クリニックの石井一先生に伺いました。先生ありがとうございました。